おはようございます。隠居 TV 速稼塾の久保でございます。2020年明けましておめでとうございます。一発目のこの動画がですね、億万長者合宿リメンバーになるのは何かね、因縁めいたものを感じますけども、私のスタートっていうのはやっぱりね、インターネットビジネスというものでした。その中でもアフィリエイトっていうのは私の人生をね、大きく変えてくれたんですよね。アフィリエイトをやり込むことによって得た収入、そしてアフィリエイトによって得た人脈といいますかね、バイラルの力、これがですね、その集客力、媒体力がですね、私を大きくこう変えてくれたなと思いますよね。で、それをそのまま YouTube に持ってくると YouTube の再生回数もドンと上がると。その間にですね、メールマガジンっていうのを私はね、やりましたね。メールマガジンで1年間で広告もなしに2万人の読者を要することっていうのは、おそらくですね、なかなかできないと思うんですよ。まあでもそう考えているとメールマガジンは2万人の人が集まったんですけども、 YouTube ではね、まだ1万人にとどまってるってことは、これはどういうことなのかなと思っちゃいますけども、これはね、なんでかっていうのは、まあはっきり言って分かんないんですけども、まあただね、やっぱり正直な発信を続けていくことと、まあそれから新しい情報をね、どんどん出していくってことは、まあ重要なのかなと思いますけども、最も大事なのは自分なりの解釈をそこに用いていくってことなんですよね。でも好き嫌いをはっきりしていくことによって、自分の正直な好き、正直な嫌いっていうのをそこに乗せていくことだと思います。そして気持ちの変化があったら、その変化もね、きちんと報告できるのが YouTube のいいところだなと思うんですよね。で、私は2016年から、隠居という形で3年間、もうすべてね、ビジネスっていうのをほとんどやめてしまって、このようなフリーの発信とね、まあ面談もただと、コンサルもしないと。いわゆるコンサルってものがね、あまりにも、私の感覚から言うと、レベルが低いんですよね。よく言うコンサルっていうのが、だからそれと同じレベルになっちゃうと、またコンサルっていう言葉がね、もうなんかむちゃくちゃになっちゃうんで、まあ、私はちょっとね、距離を置いて見ていたんですけども、今後はね、有料のコンサルっていうのをもうやっていこうかなと思います。これはね、そんじょそこらの数万円とかね、十何万とかっていう、よく言う皆さんが耳にするコンサルとは全く訳が違うところからお届けしようと思うんですよ。なぜなら私には大きく実績があると思うんですよね。この3年間、隠居という形で、ほとんどビジネスをせずに、利回りとか配当だけで暮らしているというね、この3年間というのもありますし、その過程で、まあ、家を一発で購入、車2台を購入とかね、それからその他にも大きな金額を使うもの、例えば全国47都道府県ツアーっていうのをね、自費でやってるわけですよ。私の視聴者さんに漏れなく会いに行ってるわけですよね。で、こういうことをやりながら、情報発信もしているということで、一定の一角を、何ですかね、一線を画することができるのかなと思いますよね。まあそういう意味で、私はまあこれからはね、有料のコンサルってのもぶち出していこうかと思います。まあコンサルフィーは高いですけどもね、まああえてね、高い金額で出していくことで、ビジネスっていうのを私はやっぱりね、速稼塾の塾生さんにも、やっぱ見せていかないといけないなというふうなフェーズに入っております。なぜなら、私の速稼塾の塾生さんで、ビジネスができる人とね、ただ参加した人と、気軽に儲かればいいなっていう人と、まあ、だんだん分かれてきたわけなんですよ。で、がっつりビジネスをしたいっていう方に対して、私がね、実際に金額をどのようにつけるのか、そのつけた金額にどのようなサービスがあるのかってことを見せていくってことはね、これからのフェーズでは搭載していこうと思うんですよ。今までは何をやっても無料、どんなことを頼まれてもただっていうふうにやってましたんで、そこの線引きが実はね、ものすごく難しかったと思うんですよ。私はどちらかというと、自分の収益はあんまりにも無頓着にやってきました。ただそうなると、ビジネスをしっかりやりたいっていう人が学べない環境もあるってことを認識していた3年間だったんですね。まあこれからですね、どんな商品をいくらで出しているのかっていうことを皆さんにお見せするために有料の商品とかを出していこうと思いますし、速稼塾っていうのは2020年はね、4月からですよ。4月から、まあ前金一括支払いを原則とするということと、速稼塾、今まで参加してくださった方は全然条件変わりませんけども、これから新たに速稼塾に入りたいなって方はね、もう最初から現金一括ドカンとやっていただくってこと以外にはなしにしようかなと思いますね。これはね、私が別に資金繰りに困ってるとかなんとかではないんですよ。ただビジネスを見せていくためには、このフェーズも数年間やっていかなくてはならないなと思うんですよ。そしてまあ得た収入ってのは、またね、皆さんに還元するために使っていこうかなと思います。例えば私がね、速稼塾で新たに、売り上げた金額ってのをどんどんストックしておいて、そのストックを誰か、一人か何人か分かりませんけども、私が選んだ人に大きく、融資するか、寄付するか、その人のビジネスに、出資するとかね、そういう方法を取っていこうかと思うんですよ。まあ一部ね、私も私的に使うことがあるかもしれませんけどね。
そういうところも見せていこうかと思います。塾を運営して費用をいただくってことは少なからず多からず公のためにも使うけども私的なことにも使うってことを見せていくっていうのは必要だと思うんですよね。で、私はそういうふうにして2020年の運営をしていこうと思うんですよ。もしくは2020年からですよね。で、その上で皆さんからお金をいただくってことはやっぱ一定の割合でですね、皆さんにも新しい責任っていうのを持たなければならないなと思います。今までの速稼塾の運営っていうのは、まあ、こういうふうな柔らかい運営ですからね、結果の約束をしないっていうのが前提でした。でも今度は一定のレベルで全員ではないですよ、高い割合でやっぱね利益が取れるもしくはスキルが上がるってことをやっぱ約束していく、その対価としていただくっていう部分も入れていこうかなと思うんですよ。で、そこでですね、私は YouTube のチャンネル登録者数がもうすぐ1万人になるんですけども、 YouTube をやっていく方に関しましてはこのねチャンネル登録1000人をクリアするための YouTube スクールといいますかね、 YouTube コースっていうのをやっていこうと思います。 YouTube でチャンネル登録者1000人はやっぱり誰もがね目標するところだと思うんですよ。この1000人を私は2020年はたくさんたくさんたくさん出していくために、このね有料の速稼塾っていうのを4月からスタートするという位置づけでございます。もちろんもうすでに速稼塾に入っている方、3月までに入った方は4月からの有料の速稼塾の影響は受けません。そのまま無課金っていうかね追加なしでやっていかいただこうと思います。そしてもう一つは FX ですね。 FX は私は3年かけて、マスターしたと言ってもいいぐらい力がつきました。ですんで FX でしっかりと勉強してですね、もう集客もしない、商品も作らない、販売もしないのに、まあ、売り上げを上げていくっていうかね利益を取っていくっていう方法を取りたい方に対しては FX の指南もしていこうかと思います。これが2つ目の私のね、速稼塾の目玉、2020年の目玉にしていこうと思います。3つ目は、海外の銀行ですよね。やっぱり金利とかね利回りっていうのは放置しておけば置くほどお金が増える真っ当であり資産家が必須としてね選択している方法だと思うんですよ。私は現時点で、インドネシアのOCBC 銀行に年利 7% でお金を預けているところがあります。で、その他にもですね、例えばなんですかね、カンボジア年利 30% の銀行、それからモンゴル年利 20% の銀行っていうのがあるんですけども、私は縁がないのでそこのつてはないんですよ。ただインドネシアバリ島でこの預金活動を続けていけば必ずそちらの方の道も開けていくと思うんですよね。大きな金額を預金している日本人に対してじゃあこっちの銀行はどうですか、リスクヘッジのためにっていうふうに紹介する業者さんというのはいらっしゃると思いますので、そのご縁ができるまで私はインドネシアの銀行にどんどん資金を積んでいこうかと思います。このルートも速稼塾の商品の一つとしてね提供できるかと思います。3つなんですよね。だから速稼塾っていうのは、アフィリエイトも当然やりますし、頼まれればその他の転売のコースも組めますけども、こちらから積極的に打ち出していく速稼塾のコースとしては YouTube チャンネル登録者数が1000人にしたい方向け、ね、私は1万人ほどいますけども1万人にしますよとは言えません。1000人なら私も指導できると思います。2つ目、 FX ですね。 FX これは9割勝つっていう方法とかではないです。4割負けるけど6割勝てるよっていう風な FX なら私は指導ができると思いますし、それよりも上級なものを求めるとすればですね、速稼塾プレミアムってコースもありますので、これは講師を変えてですね、私が学んでる人と人に私と一緒に学んでいくってコースですね。で、3つ目がインドネシアの銀行ですね。銀行は現地に行かないと口座が開きませんので、資金がね結構できた方向けです。おそらく少なくとも200万円ぐらいは銀行預金のために渡航の経費ですとかね、滞在費とか、それから預金金額とかもろもろ込みで200万とかの余剰資金がある方にしかちょっとご紹介できませんけども、その200万の余剰資金を作るために、YouTube を鍛えたりとかですね、それから FX をやったりっていうことをしていきましょうって話になります。その他アフィリエイトっていうのが最も私は得意なんですけども、こちらの方もね開いていこうかと思います。これただ不定期で緩やかにやっていこうかと思います。アフィリエイトってのは私一生懸命やるにはもうね年齢が意欲がないんで、年齢というのも意欲があんまりないんですよ。だから指導するために仕方なくっていうレベルになっちゃうとちょっとね質が悪くなりますので、私の意欲が高い時にアフィリエイトの手法っていうのをどんどん搭載していこうかと思いますね。そういう形で速稼塾っていうのは今までねずっと緩やかにやってましたけども、もうガッツンガッツンで今度はセールスをしていくような速稼塾っていうのを見せていこうかなと思います。速稼塾ファイナルというのでビジネスは一旦終了ということになりましたけども、別に私の気分次第でねまた速稼塾っていうのはいかようにも形変えられますから。で、多くの方が行き詰まるのは例えばねノートっていうのが今出てきてるんですよ。
ツイッターで発信していってノートに誘導して、そのノートが有料ですよみたいなコースとか、それから無料でね YouTube ずーっとやってたんだけども、なんとか大学みたいな名前をつけて、そっちは有料ですよとか言って29,800円とか5万円とかの商品売ってる人がいて、それはそれ真っ当じゃないですか。真っ当なんですけども、そういうのをね、あ、ついに金に走ったかとかね、え、ノートを有料にするなんてって叩く人いるんですよね、叩く人は。そうすると叩く人って自分ができなくなるっていうね、自分の選択肢を狭めるんですよ。でそういうふうな、なんていうのかな、自分で自分の首を絞めるような現象とかが起きるんですけど、私は全然そういう縛りはないですからね。もう勝手に無料にして勝手に有料にして、同じサービスなのにただの時もあれば有料の時もあればっていうことを、もう千変万化できるわけですよ。だからそれがビジネスですからね。それが情報発信の真髄ですから。ルールを変更しますって言ってね、変更したルールでやっていくとかね、でルールの変更がいきなり起こるわけじゃなくて、まあ、私の場合2020年の4月からそういうふうにやっていこうかと思うんですよ。ですので、それまでに速稼塾参加していただいた方は30年ローンも聞きますしね、頭金3万円でもいいですしね、それからもう交渉次第で、いかようにもできるということになりますけども、4月以降は速稼塾の価格も、まあ価格をね、まあ、1.5 倍ぐらいに45万円ぐらいにしてですね、45万円速稼塾みたいにして、それから一括しか認めませんと、45万バスンと払えない方は入塾できない。要するに最初の45万円をどう集めてくるかが入塾資金になるってことですよね。当然ですけども、45万をどうやって作ればいいのかっていう事前の相談っていうのが、速稼塾に入る前の私の無料サービスということになってます。45万円を集めるためにどのようにやっていけばいいのかってことを私に相談していただければ、45万円を作る方法を速稼塾の入塾前にこちらは無料で提供していくってことですね。で、45万円できたら、それは漏れなく速稼塾に入れてくださいって形なんで、私も速稼塾に入っていただいて45万の入学金をねいただこうかと思ったら、それ一生懸命教えるじゃないですか。で、私の指導力があれば45万円が早くできて速稼塾に早く入れると。45万円を作る能力が、私にね作らせる能力がなければ、もう自力でやっていただくか、どこからお金を借りていただくか、もう私の指導力がなかったと判断して速稼塾に入るのをやめるかっていう選択もできると思うんですよ。ということでね、2020年4月1日から速稼塾は45万の全能でございます。もう入学金は最初に払っていただいて、ローンはなしということにしようかと思います。いかがでしょうか。それからね、まだまだね、速稼塾っていうのはね、形を変えていかないといけないなという部分がありますけども、億万長者合宿というこのリレーがあります。ここにですね、ちょっとね、吉谷さん、ゲストを入れていっていきたいなと思うんですけど、ね、ゲストをね、誰か億万長者合宿にポーンと出たい人いませんか。いたらですね、有料で出してあげます。有料でですよ。無料では出れません。なぜなら、吉谷さんと私のリレーっていうのは、もうすでにですね、何千回となくやってるんですよ。何話って書いてるでしょ。何千回となくやってる、この凡事徹底の積み上げた山の頂に急にポンと乗るっていうのは、ただではないんですよ。ヘリコプターに乗るにもお金がかかりますし、麓から歩いてくる人は、今までね、いなかったと思いますんで、麓から歩いてきた人に対しては、なんかね、優遇措置を設けたいんですけども、どうもね、いないんじゃないかなと思いますよね。まあ、私のね、動画再生数、動画再生数であるチャンネル登録者数ですか、チャンネル登録1万人という可能性と、まあ、吉谷さんのね3000人というのを合わせると1万3000人だと思います。この1万3000人にチャンネル登録者数の方、まあ、1000人以下とかね、1000人以上でもいいんですけども、まだなかなかできてないなって方がポンと乗って、私たち1万3000人のチャンネル登録者数のうちから何人かのファンをこそっと抜いていきたい方、私たちもやりたくないですけどね、そういう方がいらっしゃいましたら、有料で受け付けるっていうのはいかがでしょうか。吉田さん、いかがですか。これ有料でね、私たちのこの億万長者合宿にゲストとして出れるみたいな、その方に対して億万長者合宿ばりの吉田さんからのアドバイス、私からのアドバイス、このダブルコンサルをねダブルコンサル、すごいでしょ。私は今まで否定したものを一気にね肯定することもできるんですよ、だからね、これからコンサル有料全然 OK。 ただレベルの低いコンサルはなんだよこれってね、言うかもしれません。まあ言わないか人の批判は良くないですよね。まあでも私がやる以上ね、高いレベルでのコンサルはお約束します。まあ高いレベルって言っても失礼しました、今まで無料でやってたのを有料ですよっていうだけなんで、やる内容は変わりません。有料だから力を込めるとか、無料だから手を抜くってことはありません。ただ肝心なのは、無料だと受講する人の気持ちの問題なんですよね。有料だとものすごくね、やっぱ力が入ると私は想像します。どんな方でも一部違うと思いますけど、で無料だとやっぱり無料なんで、何ですかね、分かんなかったらまたお願いしますなるんですよ。有料だったら90分のコンサルでも、いやこの90分のコンサル逃したら次また料金がかかっちゃうから、よし細かくメモを取るぞとかね、
うん、絶対にこれ聞き逃さないぞとか、録音していいですかとかになるわけですよ。無料だとね、また次があるさ、明日があるさになるわけですよ。だから有料ということになります。さあどうですか、吉野さん、億万長者合宿に出たい方募集、出る方は有料、高い、どうでしょうか。そして2020年から速稼塾は45万、一括全納、4月からですけどね、4月1日から。そして私も有料コンサル、有料商品バシバシ売っていきますからね。こういう風にして金額を積んでですね、その金額は速稼塾の塾生さんのチャンスを開くためにどんどん投資していこうかなと思います。こんなところですけども、いかがですかね。2020年一発目の億万長者合宿リメンバーでございました。それではこれからのね、隠居 TV 並びに速稼塾久保哲郎、よろしくお願いします。本年もお世話になります。いってらっしゃい。